佐野が取り返す。いや京都が取り返してカウンターになった。抜ける先頭シュート、うまい、追いつきました京都。町田の岡部を奪うかのようなカウンター。これ京都が今押し込んでて、はい、そしたらそこの隙を見てロングカウンター町田がしたんですよね。そしたら今度逆カウンターで、はい、この抜け方がうまかったですね。先頭ね、非常にいい力からパスを受けた先頭、キーパーの役をあの位置をよく見てましたね、はい、これ外の方に結構抜けてったんで、これ角度がどん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 ということはなくなるんですけど、その分だけ今ちらっとキーパーのポジションを見て逆サイドを狙いましたよね。ちょっとキーパーのポジションがですねインサイドに取りすぎてたんでちょっと良くなかったんですよね。そこを見逃さなかったですね。